出てきた。あ、出てきた。地雷、地雷危ないよ。危ないってば。危ないって言ってんのに、お前。おバカさん。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、今、16日目の昼ですね。はい。クエストをね、一件受けてきたので、これね、これ矢印でびっくりマーク出てますけど、クエスト行きたいと思います。なんとですね、すごい、すごい、すごくはないけど、なんかラッキーなことに、いいクエストがあったんで、はい。で、今日はね、昼間にちょっとライブをやりましたけどね、来てくださった皆様ありがとうございました。急に何の告知もなしにライブを始めましたけどね、本当に。にもかかわらずですね、最終的に50人ぐらい、どうせ50人ぐらいになってたんですかね。はい、もう非常にありがたいですね。ありがとうございます。しょうもないライブに来ていただきまして。はい。ということで、まあ、たまにね、ライブするかもしれないんでね、もし見つけたらね、よろしくお願いします。はい。見つけたらね、まだ告知しないで急に始めるかもしれないですけどね。はい。ということで、今から行く、このクエストなんですけど、ティア3のクエストなんですけど、なんとですね、ここです。じゃじゃん。ここなんですね。はい、来ました。この間やったやんっていう話ですね。この間やったやんっていう話ですけど、クエストの会場になったので、これまたルートが復活するわけですよ。これね、これをすることによって、めちゃめちゃラッキーじゃないですか、これ。めちゃめちゃラッキーじゃないですか。はい。今度こそですね、今度こそ、スキマティック、例の、なんだっけ、テーブル層。テーブル層欲しいよね、今度こそね。今度こそテーブル層俺にくれ。今度こそ私にテーブル層をぜひともお願いします。あ、ミイラ男来るようになった。ミイラ男来るよ。まだ生きてるんだ。しぶといね。こいつは強いよね。間違いなくね。倒れたか。倒れたんか。よっしゃ。はい、クローラー邪魔。よし。まあまあ、早々死ぬことはないと思うんですけど、油断しすぎないようにね。突っ込みすぎないようにこう、あそこでなんか白いやつが、なんかやってるけど。まだクローラーいんの。しつこいね。まだクローラーいんの。そして死なないじゃん。肉食べやめろ、肉食べ。ここにいるやつは、あー、ご苦労さん。ご苦労さん。死んだかな。あ、生きてるわ。スケーターゾンビ来てる。ご苦労さん。というわけで、テーブル層のスキマティックを求めて、なんかカラカラ言ってんな、外だな。入ってくる？入ってこないでほしいな。入ってこないで、ちょっと。はい。はい、痛い、痛かろう。痛かろう、それ。シールトレーね。よし。ちょっと見ていきましょうか、じゃあ。もう本棚にしか興味ないんでね。本棚にしか。ああ、もうまあ、じゃあ、最初に撮ってから後でゆっくり見ましょうか。じゃん。こういう本ばっかりになっちゃうのかな、もう。こういう本ばっかりになっちゃうんですかね。あ、もうないの ?3 つしかなかったわ。マジか。しょぼいな。これね、絵が混じってるからね。絵がね。あ、殻だ。殻はやめてほしいな。あ、なんか開いてんのばっかだな。これも開けてみますか。これ開けてみましょうか。よいしょ。はい、じゃん。なんだそれ。ポリマーやないか。ポリマーや。それ。それはポリマーですよ。ご飯ね。余計なものはもう取らないようにして、見るだけにして、アイアンアローとか、ここの辺にもなんかゾンビいたけど、もういないのかな。あ、もういないね。あ、いないね。いませんね。じゃあちょっと見ていきましょうか。人、体、体、体やん。あー、ちょっと今一つだな。今一つですね。テーブル層が欲しいんだけどね。テーブル層。テーブル層よ。おい。おい。頼むぜ。頼むぜ。頼むぜ。自転車とかいいんだよ。頼むぜ。頼むよ。頼むよ。もしもし。もしもし。あ、これ空だ。もしもし。あ、これダメだ。マジか。そんな出ないもんなんですかね、テーブル層ってね。そんな出ないもの、そんなに出ないもんなんですかね。
まあ、完全に運なんでしょうけどね。完全に運だと思うけど。レジスターでしょ、お金。せっかくなんでお金もらっとくか。今なんでお金もらっときましょうか。うん。言ってますね、誰かね。空じゃん。レジスターまで空じゃん。よしよしよし。ここも一応あるんで、入ってくるかな。入ってこないでほしいな。もう邪魔だから。俺の邪魔をしないでくれ。邪魔をしないでくれ。入ってきた？あ、ダメだ、ないわ。入ってきたの？入ってきてないか。ダメだ、なかったね。ちょっと待って。あ、入ってきたわ。お客さん。営業してないんですけど、お客さん。うち営業してないんですけど、まだ。そこにいっぱいいるわ。あ、見つかったかな。まだいるの？まだいるの？クエスト中だからね。あんま遠くに行けないんだよ。遠くに行けないんだよ。察してくれよ。あそこにも、あそこにもいっぱいいるけど。ちょっと待って、一応なんか撮ったやつを見たいね。何撮ったかね。じゃん。狩猟ナイフ。これは？これ何？採掘の匠三冠。この部屋もらっておきましょうか。これは？セミオート。これか？タクティカルアソラ。あ、誰か来た。早いな、お前。来んの早いな、お前。タクティカルアサルトライフルはもういいね。これはなんだ、あ、断熱ライニング。はい。この辺はバラシ。これは採掘の匠ロッカー。バラシ。これ何？フィストウェポンか。まあでもないよりマシか。一応読んでおきましょう。一応読んでおきましょう。フィストウェポン使わないけどね。まず使わんけどね。こんな感じか。いや。しょうもなかった。しょぼかった。地下に行けますけど、先に上行くか。先に上行きましょうか。ここも全部見たもんね。あ、こんなか。あ、金庫か。金庫ね。この金庫鍵かかってないからな。あ、まあそんな感じだよね。そんな感じですよね。多分ね。あ、瓶とかな。もういらないね。インクももうとりあえずいらないから、いっぱいあるから使わないし。クラッカーブックのビルにね、リサーチデスクがあるらしいですけど、クラッカーブックのビルは砂漠にあるんで、だいぶ遠いよね、なんかね。こっから行くにはだいぶと、あ、乗れんのそこ。乗れるんだ。遠い。そこの地雷が、よいしょ。誰か走ってきたな。走ってきた。おい。顔色悪いな、お前。よいしょ。よいしょ。こっち逃げよう、鳥や。鳥が。もう一匹鳥いたでしょ。あ、もう。鳥。手骨折したよね、鳥のせいで。鳥がさ、中にいるのはずるいよね。鳥が中にいるのはずるいと思うな。ん？どさくさに紛れて誰かがギャーギャー言ってるけど。どさくさに紛れるなよ、お前。あ、そこに弾なかった。はい、ご苦労さん。よし、じゃあ、上もういないかな？全部来たかな？意外といたりするけどね、まだ。そこに誰かいた？あれ、ゴミか。あれ、ゴミか。あ、もういないかな？あ、もういないね。よし、じゃあちょっと上見てきましょうか。上の本棚。ここ、どうしたのお前、これ。これどうしたの？これどうしたんですか？あそこ、まああそこ登るの大変だから、とりあえず、じゃん、これ。あ、これいけるか。ちょっとざっくり見ていきましょう。はい、ということで、ということで、多分全部見たけど、2階の本棚ね。なかったね。なかったわ。やっぱりないんだ。採掘の匠の中、この辺も読んだやつなんで、で、これアローレストね。この辺ももう読んでるやつ。これは大闘争5巻。ピストルピート1巻。
バーニングシャフト、この辺は読んだことあるやつね。電動の跳ね橋。で、救急キット。はい、これ読んだことある。これなんだ？テクノロジー中毒5巻。で、静音コネクタ。これが複合クロスボウ。で、これがピストルピート7巻。ショットガンメッシャー2巻。ショットガンメッシャー7巻。はい、はい、はい、はい。軍用繊維ね。バッタの心構え7巻。以上。以上だ。以上じゃん。ナレッジポイントめっちゃ溜まったけどね。これ何？熊に餌をやるな。いらない。餌やらない。いやー、なかったね。マジか。マジっすか。そろそろくれてもいいと思うんだけどね。もうそろそろね、くれてもいい頃だと思うんだけどね。まだくれないのか。まだもらえないのか。私はまだもらえないんでしょうか。じゃあちょっと下降りていきましょうか。よいしょ。この辺にもね、この辺に本はないか。瓶だね。あ、ご飯もらってこう。ご飯も余ってるっちゃ余ってんだけど。誰か入ってきた？誰か入ってきたような気がするな。なんか誰か入ってきたような気がするな。はいはい、どこ？あ、いたいたいた。あ、いたいたいた。よし。じゃあ、まあ、下にもちょこっとだけあるんで、下も見ていきましょうか、一応ね。ここね、ここに降りるのが正解なんでしょ、多分ね。やばい、地雷がある。地雷がある。よいしょ。地雷。ちょっと待って、怖い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 。怖い怖い。どっち行こうかな。どっち行っても、まあ、ゾンビいるんだけどね。出てきた？あ、出てきた。地雷、地雷危ないよ。危ないってば。危ないって言ってんのに、お前。おバカさん。おバカさんだな。はい。酔っ払い。ちょ、危ない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 。危ない危ない危ない。危ないよ。後ろでドーンしないで。これ入ってないから、いきなり。じゃん。入ってないわ。入ってなかった。くそ。邪魔だ。あれ通れないわ。邪魔だ、お前。よいしょ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 。はい、よいしょ。はい、よいしょ。はい。あ、次から次行くんだよ。よいしょ。狭い、狭い、狭い。狭いよ。よいしょ。まだ生きてんでしょ、お前。そんなもんかな。まあ、疲労コンパイダー、疲れた。疲れちまった。あ、これ一応もらっとくかな。よいしょ。使おうかな。そこ壊せれんの？まあいいやね。向こう側だよね。上がっていく、上がっていくはしごのとこだよね、あれね。あー、チューブ拡張。持ってるけどね、この辺ね。よいしょ。そういや、ショットガン。あ、ここにウォールセーフあるね。ショットガン取ったから使っていこうかな。ショットガンのスキル上げたいよね。これね。じゃん。あ、違う違う、これか。12発も出てる。先にちょっとやってこようか。こっちまだ敵いるんじゃないの？まだいそうだけど。あ、そっから来んの？マジ？そっから来るんだ。予想外だね、お前。ヘビもいるんじゃないか。あ、なんかアイアンマンがいる。マジか。アイアンマンいるじゃん。アイアンマン飛んだわ。頭飛んだわ。あ、誰か落ちてきた。友蔵が落ちてきた。おい、友蔵。心の背景。あ、死んだ？ヘビも死んだ？まだいんの？ちょっと。死んだんじゃなかったのか、こいつ。死んだんだと思ってた。上に誰かいるけど、落ちてくるかな、なんか。落ちてくるかな。隙間から狙っていく。で、こっちのやつみんな死んだのかな。こっちのやつは。あ、また叩いてるやついるね。
はい、もうちょっと目的が違うけど武器バッグ一応はい、弾薬。あ、なんか銃拾ったね。ビタミン剤ないのか。なんだ今の銃は。ウィンチェスター拾ったウィンチェスターってショットガン？ウィンチェスターライフルだからライフルなのかな。ちょっと後で見ましょうか。そして本棚は、これしか本棚見てないような気がするけど、もうないのかな。ここにあるね。はい、じゃん。何？ピストルウェポン。まあまあ、読んでおきましょうか。せっかくなんで読んでみましょう。で、こっちに本はないのか。こっちに本はないのか。金庫があるだけか。金庫開けましょうか、一応。はい、開いたじゃん。まあ、銃のパーツが入ってることが多いよね、やっぱね。ほとんど銃のパーツだよね。これ生きてんの？死んでんのか。ほい、はい。これ見た。またヘビーの？まだヘビーの？ノラのヘビ？ノラのヘビなんかこの辺にはいないよね。砂漠にしかいないよね。ノラのヘビ？この中か。あ、いたいたいた。ノラヘビ。ノラじゃないか。死んだ？まだ死なねえ。当たってないのか。死んだか。じゃあ、ここのクレート開けますか。じゃん。何これ。槍の狩人。槍。槍使わないで、そういえばね。槍使わないですね、私ね。そういえばね。ああ、もうゴミだね。はい、ゴミ。これだけもらって帰るか。地雷があるから怖いな、これ。地雷怖いね。うん、誰かいる。落ちながら、死にながら落ちていく。じゃん。あー、ダメだな。ないか。これね、クエストに出てきたとき結構喜んだんですけどね。うわ、来たぞーと思ったんだけどね。もう一回チャンスが巡ってきたと思ったんですが。結局チャンスはものにできなかったみたいね、これね。じゃん。あー、なんか岩一つだな。岩一つですな。これ空でしょ。あ、入ってた。チャンスをものにできなかったか。ビタミン剤入ってない？入ってないか。そうか、そうか、ダメだな。ここはロッカーには入ってないか。あと、上のあれか、クレートか。上のクレート取るの大変なんだけど、取れないんじゃないか？何で取ろうかな。これは砂だっけ？これ砂だったっけ？砂これ。砂か。砂でなんか砂団子みたいなの作れるんだっけ？作れないね。あ、砂じゃ作れないのか、どっちにし。土でなんか作れなかったっけ。あ、ここに最後のチャンス。ここにも本棚がある。ゴミ圧縮機はまあいいとして、来い、最後のチャンス。コンタクトグレネードはゾンビが持ってるわ。あ、なんだこれ。あ、これザ・ベタンキルクエストパート1。あ、なんかクエスト、これなんかクエストもらった。クエストもらったぞ。何かの。おう。あ、まあでも結局求めるものはなかった。求めるものはなかったわ。おお。上、なんとかして上上がって、取ってくるか。ただね、ブロックないといけないんだよね、あれね。壊しちゃえ。よっしゃ。上か、あれね。まあ、そこでもクラッカーブックじゃないからな、あのクレートは。あれはね。俺階段、あ、階段つけててもどうせリセットされちゃうからダメか。
よいしょ。なんかこの辺に階段をつけて登ってったような気がしないでもないけどね。違ったっけ？それ別なゲームだったかな。で、まあちょっと待って、回収してない、そういえば。もう目的を忘れるところだった。これでもさ、ここでやめてさ、ねえ、ここでやめて、ここで一旦タイトル画面に戻ったら、多分、またクエストの始めに戻るよね。戻らなかったっけ？それを繰り返していけばさ、いつか取れるっていうこと、ない？ないかな？ないっすか？それインチキ？それインチキかな？それ繰り返していけばいつか取れるんじゃない？そんなの詐欺ですって言われそうかな。ねえ。まあまあね、一つの手といや手だけどね、どこにあんの？ところで。あ、この上か。この上か。あったあったあった。あったあった。あ、持てねえ。持てないやないか。まあ、この辺いらないから。はい。OK。よし。じゃあ帰りましょうか。残念な結果だった。実に残念な結果だったね。よいしょ。空きスペースがありません。なんかクラフトしてたっけ、俺。まあいいや。とりあえず報酬に期待して、一旦帰りましょうか。もう何時？ 16 時か。まあ、まだちょっと時間で、もう一軒行こうと思えば行けるかな。はい、ただいま。ただいまじゃないか。はい、到着。よいしょ。まあ、とりあえずやってきたよ。クエストは。ね、お姉さん。Wow, I didn't think you had it in you. Good job. いらないね。Good job はいいけど、救急包帯でもらうとか取れないけど。ちょっと売りましょう。売りましょう。売りましょう。だって売るもんないな、別に。売るもんないね、別にね。これぐらいか。うん、まあそれぐらいだな。売るもんないですね。Remember me if you need medical supplies. 救急包帯どこ行った？救急包帯。救急包帯、あ、取れたか。あ、そうかそうか。荷物と引き換えにしたからね。ちょっとゾンビうるさいよ。ゾンビくんたちうるさいよ。どこ？それか。おい、お前、うるせえよ。うるせえよ。こら。よし、ということで、このクエストがちょっと気になるけどね。これなんだろうね。ベテランキラー。ベテランキラーだって。何ベテランキラー。まあちょっとこれ明日やりましょうか。これ次回やりましょうか。ベテランキラー。なんだかわかんないけど。うん。はい。ということで、まあ今日はこの辺にしときましょうか。ちょっと夜になっちゃうしね、もうね。はい。じゃあご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。